デジマート製品レビュー、今回はトム・アンダーソンを引いていきたいと思います。トム・アンと言いますとね、ピックガードですねがない、エンジェルというシリーズが非常に人気なんですが、それと並んでね人気が出てきました。このピックガードがついているガーディアンエンジェルというですねモデルになっております。非常にトラメもしっかり出て渋い感じになってます。あとはこのピックアップ関連、そしてこのね、ピックアップセレクターシングルコイルに切り替えとかですね、そういうさまざまなそういうアッセンブリがあって、このトム・アンダーソンのサウンドを作っていく、ところを解説していきたいと思うんですが、やっぱりトム・アンダーソンと言いますと、このネックのね、ボルトの締め方、ボルト2本で留めています。そしてその角度いろいろ、なんて言うんでしょう、ボルトの位置が変わることによってそのサウンドをうまく作っているというですね、非常にアイデアが、詰まったギターになっています。もちろんハイエンドギターですので、プレイアビリティというか弾きやすさと、サウンドの良さが両方ともね、こうやって確保されているギターですので、今日はじっくりと試してみたいと思います。それでは、このね 5way の、セレクターがありますので、まずはノーマル状態のちょっと音の違いを出していきたいと思います。まずはフロント、いきなりなんかねレンジがすごい広いんですよ。こういう感じですね。じゃあここから、ハーフトーン、センター、リア側のハーフトーン、で、リアですね。これかなりパワーがあります。ですので、このピッキングのアタック感によってでもですね、その音の出るレンジとか、ここまで出したいなっていうところにうまくですね、ついてくる感じが非常にいいですね。では続いてこのシングルとハムの切り替えスイッチを使っていきたいと思います。まず普通にハムで弾いています。じゃあシングルに切り替えます。はい、こういう感じで、かなりこうすっきりとした、シングルコイルサウンドに切り替わります。で、これ使いどころなんですが、例えばバンドさんがですね、普通に A メロとかでカッティングをしたいんだけど、そういう時にはパッとシングルに切り替えて、で、B メロになってもう少し、厚めのサウンドが欲しいなって言ったら、こういうフロントでハムで、たくさんこういうね低音も稼ぐで、例えばサビになったらリアのハムを使うっていう風に、使い分けができると、非常に、このギターのですね、ポテンシャルがうまく発揮できると思います。では続いてこのアドブリッジのスイッチをやってみたいと思います。これはですね、いろんなポジションでギターを弾いているときに、これをオンにしますと、このアドブリッジをオンにすると、このリアのハンバッカーが、追加される。ですので、音量がふっとこう上がってくるんですね。ちょっと実際にやってみましょう。まず、フロントだけ、こういう感じで、高域もぐっとこう出てきますし、張りツヤと、音量もね上がってきますので、例えばリードギターを弾きたいなっていう時に少しだけこうブーストさせたいとか、
あとはこうどうしても埋もれさせたくないフレーズがあるときはですね、これをオンにしてみると、この効果が得られるかなと思います。さて今回はトム・アンダーソンを弾いてきましたがいかがでしたでしょうか。まあ僕個人的なね感想なんですが、やっぱりこのすごい弾きやすさっていうところが相当大きいと思います。で、まあこの弾きやすさの秘密なんですが、このフレットですね。このフレットっていうのはですね、まあ、通常こうやって横から見るとこういうように円形になっているんですが、その一番トップの部分がですね、少しこうきっちりと削られているんですね。まあそういう処理をしているためにですね、手をこうパッと押さえた時にこのなんていうんでしょう、この吸い付くような感じというかですね、あの手がパッとこう馴染みやすいんですね。そこがやっぱりこういうハイエンドギターならではというですね、処理になっています。やっぱりこの一手間があるかないかっていうのは多分相当違うと思います。そしてあとは、このピックアップですね、結構出力が高いです。ただあの EMG のような、ハイパワーまでいかないんですけど、そこにこう追従するぐらいな結構なパワーがありますので、少し絞って、プレイするところから思いっきりフルにするところまでのね、レンジ感を楽しめるかなと思います。ですので、まあジャンル的にも本当にクリーンでギターを楽しんだりだとか、本当にハイゲイン系のアンプに、入れてサウンドを楽しむっていうね、こんだけバリエーションが作れるギターっていうのは本当になかなかないと思いますので、ぜひ一回触ってみてください。ということで今回はこの辺で。